ナルト、探したぞ。カカシ先生。綱手様がお前に用だと。新しい任務の話があるらしい。おお、待ってました。すぐにばあちゃんとも行かねえと。まったく、そう焦るなって。恐ろしいやつだな。すみません、俺が任務だって言ったばっかりに。まあいい。早速だが、お前たちにやってもらう任務を説明する。お前たち、近頃砂隠れの周りで不審な爆発が頻繁に起こっている話は聞いたことあるか？爆発？そうだ。どうやら砂隠れの乗っ取りを企てている組織の犯行らしい。そこでお前たちには砂隠れに協力し、犯行組織の壊滅を行ってほしい。また今回は砂隠れとの共同作戦となる。すでに木の葉からも複数の部隊を送っている。お前たちもすぐに合流し、任務を開始してくれ。わかったってばよ。さて、まずは砂隠れに向かうか。そこで詳しい事情を聞かなきゃな。了解。この葉より砂隠れの応援に参りました。おお、お前たちか。俺は助かる。それで状況は？うん、前日より発生している謎の爆発だが、その範囲が少しずつ里から離れている。里から離れてですか？一時期に比べ里への危機が少なくなったと言えなくもないが、それでも風の国で由々しき問題が発生していることに変わりない。そこでお前たちにも隠された爆発物を探し出してもらいたい。わかりました。まずは風の砂漠へ向かい、カンクローと合流してくれ。わかったってばよ。カンクロ、手伝いに来たってばよ。おう、来てくれたか。よう、ナルトじゃねえか。キバ、お前もいたのか。お前より先にこの任務に就いたからな。そうだったのか。そんじゃ、協力して起爆札を探し出そうぜ。ナルト、ちょっと待て。俺たちが探すのは起爆札じゃねえぜ。え、だったら何を探すんだよ。起爆玉だ。
起爆玉？起爆玉は起爆札を幾重にも重ねて作られる特製の玉だ。その爆発力は札の数十倍、数百倍はあるだろう。ぎっ、そんな厄介なものが隠されてんのかよ。こいつのおかげでこの辺りにあるのは分かった。あとは捜索するだけだぜ。そういうこった。起爆玉か。そんな危険なもんはすぐに見つけ出さねえと。でかしたナルト。で、これはどうすればいいんだ。見つけた起爆玉はバギのところまで持っていけば解体してくれる手はずになってる。バキってさっき話した人だな。おし、そんじゃひとっ走り行ってくるってばよ。ちょっと待て。お前持ち運びには注意しろよ。下手に刺激を与えたらドカンだからな。これは危険だってばよ。俺たちはここに残って他に仕掛けがないか探る。この件はお前に任せたよ。大丈夫だな。これの解除を頼むってばよ。あとは任せておけ。で、俺は次何したらいいんだってば。お前はそのまま砂塵砂漠にいる手まりのフォローに回ってほしいのだが。手まりのフォローだな。分かったってばよ。ちょっと待ってくれ。ちょうど巻物が出来上がったところだ。持っていけ。起爆玉の解除法をまとめた巻物だ。それがあればお前でも解除ができるようになる。おお、サンキュー。砂塵砂漠に至るまでに複数の起爆玉が見つかったとの情報もある。それらの解除もよろしく頼む。オッケーだってばよ。砂塵砂漠に向かいながら起爆玉の解除をしてくれ。頼んだぞ。
蹴鞠と鹿丸、お前たち何やってんだってばよ。だから起爆玉は俺が持って行ってやるって言ってんだろ。お前は不器用そうだ。ここは私に任せろ。お前は先行して邪魔者を減らしておけ。ああ、それなら持っていかなくても俺が解除でき。ったく、そういうのはお前の方が得意だろうがよ。で、おい、何？それは私が好戦的だという意味か？誰もそんなこと言ってねえし。お前は私の言うことを聞いておけばいいんだ。めんどくせえやつ。なんだと？ダメだ、全然聞いてねえ。しかも持って帰る気満々だし。仕方ねえ、俺が先に敵を減らしておいてやるが。俺ってばいいやつ。早くしねえとあいつらが追いついちまうな。パパーッと倒して送ってばよ。ナルトじゃねえか。お前も砂の任務に加わってたんだ。まあな。で、そのお前がこんなところで何をやっている？いや、俺ってば手まりの手伝いをしに来たんだけど。俺、起爆玉の解除方法を教えてもらってるしさ。そうだったのか。だが私の方は気にしなくていい。
どうせ一度里に戻ろうと思っていたところだしな。そっか、俺はどうしよっかな。ナルト、手が空いてんならこれから俺と一緒に行動しねえか。捕まると？ああ、ここから戻ったところにちょっと野暮用があってな。なんだかよくわかんねえけど了解だってばよ。そんじゃ砂塵砂漠の砂洞穴ってとこまでついてきてくれ。お前、砂洞穴に行くんじゃなかったか。やりく、なんだこいつら。こいつらが今回の事件の犯人たちってとこだろうな。本当かよ。よく俺たちがここにいると分かったな。砂隠れから近すぎず遠すぎず、そして身を隠せる場所はここしかねえからな。でもまあ、本当に隠れてるとはな。ひねりがなくて逆に驚いたぜ。だが見つけてしまったのが運の尽きだな。お前たちはここで終わりだぜ。終わりなのはお前たちの方だってばよ。なんねってばよ。バカが、俺たちの作戦はもう最終段階だ。砂隠れは俺たちのものだ。なんだと。ナルト、おっと、鹿丸もいたのか。カカシ先生、どうしたんすか。砂隠れに大量の起爆弾が仕掛けられた。至急救援を要するそうだ。どういうことだってばよ。いつの間に。くそ、そういうことか。どういうことだってばよ。奴らが砂漠に仕掛けていた起爆弾が少しずつ里から離れていたことは知ってるな。そうすることで少しずつ俺たちの目を外側へ持って行っていたんだよ。注意が外側へ移ると内側に隙が生まれる。そこを狙われたわけだ。やられたな。とにかく急いで砂隠れの里に戻るぞ。了解だってばよ。
隠じゃん。どうしてここに。砂隠の話を聞いてね。医療忍者の手も必要だと思って。そりゃ助かるってばよ。それじゃあ、さくらちゃんも一緒に行こうぜ。細かいことは走りながら教えるってばよ。うん、お願い。戻ってきたか。今の状況は。里の中には今も敵が存在し、そして複数の起爆玉が置かれている。厄介なのは風影の屋敷屋上にある巨大な起爆玉じゃん。あれが爆発すると里の被害は甚大なものになる。絶対に阻止しなければ。ああ、そうだな。それで、これからどうします？いたずらに時間をかけ、民に不安を与えたくはない。ってことは、つまり忍びらしく素早く里に侵入し、かっこ敵を撃破。そして、屋敷の起爆玉を解除する。成功法の手段で行くってことっすね。ああ。わかりやすくていいってばよ。よーし、早速作戦を開始しようぜ。各自、用意が整い次第、里に入ってくれ。みな、油断はするなよ。他の忍びには別の場所から侵入してもらっている。お前たちはこの先から入ってくれ。ここからは時間との勝負だ。素早く行くぞ。お、よっ。
と。あれが最後の起爆玉だな。お前たちは遊びはここまでだ。いい気になるなよ。行くぞお前ら。またお前たちに助けられたな。何言ってんだってばよ。仲間の里が危なくなったら助けるのは当然のことだろ。仲間か。感謝する、渦巻きナルト、そしてコノハの忍びたち。もしお前に砂の力が必要になったとき、遠慮なく言ってくれ。できる限り助力することを約束する。俺がピンチになることなんてそうそうないとは思うけど、そん時はよろしくな。ああ、ナルト、これも持っていけ。もらっていいのか。私たちからの礼だ。役立ててくれ。ありがとな。大事に使わせてもらうってばよ。さて、それじゃそろそろ戻りますか。五代目に報告しないとな。よし。みんなが無事でよかった。はい。よし、これにて今回の任務は終了とする。今までご苦労だった。各自休息を取るように。はい。となると、お前は残れ。ちょっと話がある。え、俺に話って何？ああ、今までのお前の頑張りに褒美を与えようと思ってね。頑張りって、俺なんかやったっけ？気づいていないかもしれないが、お前は多くの物事を解決してきている。その都度、私のもとに報告が入るからね。どんなことを…え？失敗ばかりなら叱ってやろうかと思ったが、残念ながらそれはしなくていいらしい。はっ。とにかくお前の活躍は評価に値する。そこで、こ
それをお前に送ろうと思う。おお、もらっていいの？サンキュー、ばあちゃん。これからは今まで以上の活躍を期待している。しっかりな、ナルト。おっす。